私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私のママ友にほなみさんって人がいるんだけど、その人旦那さんの自慢がすごいんだよね。何でも旦那さんのお父さんが会社経営をしていて、最近その会社を継ぐことになったんだって。自分は社長夫人だからってみんなに自慢してるよ。噂をすればまた LINE が。やっと死んだわ。はい？やっといなくなったの。よかった。ずっと目障りだったのよ。漫画のキャラとかアニメの話？誰かが亡くなって喜ぶってそうそうありえない話だと思うんだけど。この話は誰にも言わないでね。秘密秘密。私の旦那のお父さん、つまり義父が亡くなったの。は？嘘でしょ。それでなんでそんな反応なの？喜ぶとか不謹慎すぎるんだけど。だからここだけの話って言ったじゃない。ここ最近旦那がお父さんの会社を継いだってことは話したでしょ。社長夫人になったって喜んでたやつね。あれお父さんの体調が悪くて持病が悪化したからみたいなの。それで会社を継ぐことになったんだけど、まあ言わなくてもわかる通り社長夫人だからお金はいくらでも使えるわけよ。今までだってお給料高かったのに今以上に高くなるって最高。義理のお父さんの体調が悪いって聞いててその反応なの？普通は複雑に思う気持ちあると思うんだけど。なんで？私とは何も関係ない人だし、今はお空に行っちゃったからそれこそ別に関係ないでしょ。不謹慎だって話してんの分かんないかな。旦那さんもきっと複雑な気持ちで社長になったんだと思うよ。でもお給料上がるなら万々歳じゃない？しかも持病を抱えた人が社長でいるので社員たちも不安だろうし。だから私の旦那が社長になれて全員ハッピーだと思うんだけど。人間の心はないわけ。仮にも義理の家族だっていうのに。私は旦那と結婚して家族になることを選んだけど、旦那の家族は別に家族って感じしないよね。形上家族になるけど別に一緒に住むわけでもないし。それでその義理のお父さんが亡くなったってことでしょ。そうそう、いろいろ頑張ったけど病気には勝てなかったみたい。それで近々お葬式の予定なんだけど、なるみさん参加する？話聞いてるだけでイライラするわ。ご家族が亡くなったのにそんなルンルンで連絡してくるなんて頭おかしいんじゃない？だって莫大な遺産が手に入るのよ。元社長で経営者だったんだからお金持ちに決まってる。しかも一人っ子だから相続権はお母さんとうちの旦那だけ。亡くなった時の保険金とかも入るだろうし、どれぐらいになるんだろう。家の一つや二つ購入できちゃうかも。大切な人が亡くなったというのにどうしてそんなお金の話しかできないの？しかも言っておくけど、あなたには相続権ないからね。それは分かってるわよ。だって私いろいろ調べたもん。遺書とかに書いてない限り私に相続権はないんでしょ。でも残念でした。私は旦那と結婚してるんです。もちろん離婚する予定もないから、つまり共有財産になるの。お金の管理は私がしてるし、何に使ったかも分かんない。最低、本当に最低。個人を悼む気持ちはないわけ？そりゃもちろん私のお母さんとかお父さんだったら私だって悲しいよ。でも結婚して戸籍上家族になった人のために泣ける？私そこまで感情豊かじゃないんだよね。あなた旦那さんのこと愛してるんでしょ？もちろん。じゃあその旦那さんが悲しむって考えたら悲しくないの？それはもちろんかわいそうだと思うよ。けどさ、人間っていつか死ぬものでしょ。そうやって人の死を超えて人間は強くなっていくのよ。だから心配しなくても旦那もすぐに立ち直るって。あなた自分の家族や友達が亡くなった時も同じように思えるわけ？どうせいつか死ぬから仕方ない、そう割り切れるの？頭では分かっていても心がついていかない、そういうものでしょ。そうだけど、一年も経ったら忘れて生きていくじゃん、みんな。人間は悲しいこととか嫌なことを覚えていられない生き物みたいだから、今は悲しくても、そのうち前向きに生きていけるって。そしてその時はきっと私と同じで、お金があってよかったって思うはずだよ。大切な人が亡くなって悲しい気持ちは何年経っても変わらない。お金が入って最高、そんな風に思えるような人間にはなりたくないね。もちろん家族仲が悪いとかだったら100歩譲ってわかるけど、
なるみさんって意外と感情豊かなんだね。いつもツンツンしててクールキャラだから全然気にしてないのかと思ってた。そんなわけないでしょ。大切な人がいなくなったらそれはすごく悲しいよ。そうかそうか。でもそれってなるみさんの考え方でしょ。私は義理の両親のために流す涙を持ち合わせてない。そう思うなら墓場まで持って行ってほしかったね。わざわざ私に LINE で報告せずに永遠に自分の心にしまっていてほしかった。だってお金が入ることが嬉しくて誰かに話したくてしょうがなかったの。なるみさんってさ、優しいから人にこんな話しないでしょ。こんな話を聞いてムカつくと思っても人に話したりしない。だって私の旦那の耳にこの事実が入ったら旦那が悲しむもん。だからなるみさんは誰にも話さない。そう思ったんだ。私だったら誰にも話さないからってわざわざ選んで送ってきたの。性格悪いんじゃない？確かに性格は良くないかも。けどさ、生きてる人間ってみんな性格が悪いものだと思うな。性格が良すぎる人間は早死にするんだよ。はぁ、誰かに話してすっきりした。それじゃあこの話は他言無用で、バイバーイ。2日後。ちょっとあなた、さっき飲み屋さんから出てこなかった？ありゃりゃ、見られてたんだ。結構早起きなんだね、なるみさん。子供たちと近くのパン屋さんに来てたんだけど、あなたベロベロに酔っ払ってない？朝6時からパン屋さんか。いい休日の使い方。そりゃ酔っ払ってもいいでしょ？だって私お酒大好きだもん。あなた今日お葬式なんじゃないの？旦那さんのお父さんの。そうだよ。この後お葬式だよ。泥酔した状態で参加するつもりなの？ちょっとほろ酔い気分なだけで、別に泥酔してるわけじゃないよ。にゃほほん。確かに足元おぼつかないし、ちょっと眠いけど、お葬式ぐらい楽勝楽勝。適当に座っててぼーっとしとけば終わるでしょ？信じられない。そんな状態でお葬式に参加するだなんて、旦那さんは黙ってないんじゃないの？旦那には悲しくてお酒を飲まないとやってられないって言った。昨日も嘘の涙を流して、もう無理、お葬式なんか嫌だよ、そう言って家を飛び出したの。多分泥酔している私を見て、それだけ心を痛めて悲しいんだって思うだろうね。あなたって人は。私ってこう見えて頭がいいんだよね。どう動けば不利になるか分かってるの。そして逆にどう動けば自分にとってプラスになるかもわかるんだ。泥酔しながら泣く私を見て旦那はきっと慰めてくれる。そんなに父さんのことを思ってくれてありがとうって。まあ多分お酒飲んだことはちょっと怒られはするけどね。私が旦那さんに真実を言うとは思わない。こんな非常識なことをして私が黙っているとでも。なるみさんは言えないよ、優しいから。お父さんを亡くして。失意のどん底の中の旦那にそんなこと言えるはずないもん。そして私はなるみさんが報告できない隙に引っ越しする。大量のお金をゲットして会社近くに家を建てるの。お父さんと思い出のある今の家を引っ越したい。あなたの職場に近い方がいいでしょ。そう言って涙を流せば簡単に引っ越してくれる。あなたみたいなクズ人間がいるなんてね。好きに言えば。私はこれからお金持ちになるし、引っ越しするからもう関係ないもんね。莫大な遺産は私のものよ。お父さんがいなくて悲しいって言いながら参列すれば、お酒飲んでてもオッケー。お前は式に参加するな。え？出そうよ、旦那さんから。は？なんで旦那？今はいろいろと忙しいはずだから。なるみさんと連絡取れるはずない。嘘をつ。旦那さんに全て話した。もちろん LINE のスクリーンショットも見せた。そして今電話で全部報告した。なんで？嘘でしょ。なるみさんの性格だったら絶対に言わないはず。嘘なんでしょ。私だって言いたくなかったよ。家族を亡くして悲しんでいる人にこんなことは。だけどあなたみたいな人が式に参加したって聞いたら、私だったら怒り狂う。早めに教えてほしかった。そうすればお葬式には参加させなかったのに。私だったらそう思うと思ったの。旦那信じちゃったの？私のことじゃなくて、なるみさんの証言を信じたの？ LINE のスクリーンショットがあるからね。たったそれだけの理由で？それから現にあなた、昨日の夜から家に帰ってないじゃない。いろいろやることもあって忙しい中飲み屋に行くなんてありえないってさ。でもそれは悲しくて。
最初はそうなのかと思って旦那さんは目をつぶる予定だったらしい。怒る気力もないって言ってた。だけど今回の真実を知って絶対に許せないと怒ってる。お父さんが亡くなったことを喜んで酒を飲んでいただけなんて許せないってさ。まあ当然だよね。嘘だ嘘だ、旦那に伝えたなんて嘘よ。なるみさんだったら絶対に言わないと思って。私だって心が痛いよ。けどこれはもう伝えるしかない。あなたのような人はお葬式に参加する資格はない。これで離婚なんてことになったらどうなるのよ。さあね、離婚でも何でもして一人寂しく棺の中に入るんだね。ちょっと待って、ねえ旦那に説明してよ。嘘だったって言ってよ。既読をつけなさい、ねえ。ゆりとひまわりとほなみのライン。あなたのような人は生きていてはいけません。は？人が亡くなっても喜んでお金のことしか考えない。お葬式の前にお酒を飲んでベロベロになるなんてありえません。さっきなるみさんの LINE で酔いが覚めたわよ。せっかく楽しくお酒飲んでたのに。別にずっと飲んでればいいんじゃないですか。は？だってあなたはもうお葬式に参加しないんですから、好きに飲めばいいですよ。悲しんでるアピールのためにお葬式には行かないといけないもん。魂胆がもうバレているのに無駄なことじゃないですか。そもそもあなたはもうお葬式に参加することはできませんから。本当になるみさん旦那に伝えちゃったの？私を脅すための嘘だと思ったのに。私のなるみさん、心が優しくとても綺麗ななるみさん。そんななるみさんを苦しめたあなたは絶対に許しません。あなたのような人間は生きていちゃいけないんですよ。生きていたらいけない人間なんてこの世には存在しない。そう思いたいですけど、あなたのような人間は本当にダメだと思います。人の命を何だと思ってるんですか。そんなこと言いながら、あんたたちだって関係ない人が亡くなっても何も思わないでしょ。どこかで誰かしら亡くなってるの、毎日毎日。でもそんな人たちのために泣いたりすることないでしょ。私はそんな感じで涙腺が緩くないだけ。あなたのようなゴミには何も言うつもりはありません。口も開きたくないですし、とても気分が悪いですが、優しい優しいなるみさん、このようなゴミくずのせいで心を痛めてしまった。あなたのこと絶対に絶対に絶対に許しません。なるみさんと仲がいいからって首突っ込みすぎじゃない。部外者なんだから首突っ込まないで。なるみさんに関わることでゆりが無関係ということはないんですよ。だってゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。そしてなるみさんに迷惑をかけた場合、その人のことをとことん地獄まで引きずり落とす、それがゆりという人間なんです。目をつけられたら最後逃げられませんよ。なんで私が怒られないといけないの。人が亡くなったら泣かなきゃいけないなんて決まりはないじゃない。絶対悲しくなるっていう決まりもない。これはしょうがないことなのよ。悲しまないのはあなたの自由です。ですがあなたは旦那様の気持ちを利用して騙そうとした。そしてそんな旦那様のお父様が残した大切なお金を自分のために使おうとした。もう黙っていられません。旦那さんはあなたと離婚すると言っていますから、お金はあなたのものになりませんからね。でもほら、二人の共有財産になるから離婚したら折半とか。そもそも離婚なんてするつもりないけど。離婚したとしてもこれは共有財産にはなりませんし、あなたのお金には1円もなりません。そうなの。残念でしたね。お金は手に入りません。でー、私の金。じゃあどうにかして旦那を説得するしかない。旦那と離婚しなければ私のお金だもん。あなたはなるみさんに迷惑をかけ、私に目をつけられました。もうここにはいられません。いいえ、表社会にはいられません。は？表社会？あなたのことを消すことが決定したので。あ、いいこと思いつきました。あなたも棺に入ったらどうですか？は？うわぁ、真っ暗で身動きも取れないところなんて絶対に嫌だ。怖い怖い。でもそれ以上に怒ってるユリが怖い。どういうこと？棺に入る予定はないわ。まだ私は長生きするからね。決まりました。あなたへのお仕置きは365日棺生活。1週間ごとに違う棺を用意してあげます。は？どういう意味？あなたには特別な栄養剤を飲ませ、
食事が必要ない状態にします。そして棺の中に入れ、全く身動きが取れない状態で精神が狂えばいいんですよ。どうせユリのことだから真っ暗な部屋に閉じ込めるだけじゃないんでしょ。何を考えてるのか。一週間ごとってことはそれごとのお仕置きがあるんでしょ。察しがいいですね。そりゃ長いこと相棒やってますから。私は棺に入る予定はない。そんな意味のわからないことを言ってる時間はないの。旦那を説得しないと。ある日は虫がたくさんいるところ、ある日は寒いところ、ある日は眠れないくらいうるさいところ、ある日は痒くて痒くてたまらないところ、ある日は暑いところ。は？何それ、やだやだやだ、無理無理。私枕が変わると眠れないタイプだし、暑い寒いとか痒いとか絶対に無理。しかも身動き取れないからすごいストレスですよ。うるさくて眠れないのも精神的にやばいです。暑いって言えばファラリスのお牛みたい。よく知っていましたね、偉いですよ。褒められちゃった。ファラリスのお牛？拷問器具というか処刑器具で牛の形をしたやつです。お腹の部分が開いてその中に入れられて、その牛の形をした器具の下に火をくべるんです。その器具は熱を伝い、中にいる人が焦げ焦げ、怖い。へっ、何それ、悪趣味すぎる。まあ似たようなことをあなたもされるわけですけど、とにかく一週間ごとに楽しんでください。体がボロボロになったら治療で出してあげますから。もちろんその後すぐにまた戻しますけど。その私のことを考えてよ。もっともっと私のことを大切にしてよ。人の気持ちを思いやれないあなたですからね。他人を大切にできないのであれば他人もあなたを大切にしません。でもそのさすがにやりすぎというか、あなたがやったことも十分やりすぎなんですよ。それではさようなら、いい棺ライフを。いやー、その後ほなみさんはもちろんお葬式に参加することはできなかった。そしてその後すぐに離婚届を持った旦那さんがほなみさんの元へやってきた。謝罪をしたり泣いてわめいていたほなみさんだけど、旦那さんは絶対に許さなかった。当然だよね。自分の大切な家族のことを金づるだと思ってたんだから。ほなみさんは旦那さんと離婚して家を追い出され、そのままゆりが確保。今は棺の中に入れられていろんなことをされている。身動きも取れない、食事もない。そんな中眠れない、痒い、暑い、寒い、そんなのって絶対に嫌だよね。考えただけでもゾッとするよ。でも彼女はそれだけのことをした。旦那さんを傷つけ、周りの人を不快にさせ、全く反省する素振りもなかった。ユリのお仕置きを聞いて初めて後悔したのかもしれないけど、もう遅い。彼女が幸せになれる道はない。来世に期待するしかないだろうね。私の名前は水木、小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまる、この3人を育てている兼業主婦だよ。今日は義両親が遊びに来ていて、お昼にちょっとお高めの出前をしてくれたんだ。ありがたく美味しく食べさせてもらって少し休んでいたら、近所のママとも子さんから変な連絡が届いたんだよ。ねえ水木さん、水木さんって育休中なんですよね。うん、そうだけど。ありえない、水木さんの旦那さんかわいそう。最低すぎませんか。え、なんでうちの夫がかわいそうって話になるの。私見ましたよ、さっき高級中華修羅飯店の出前注文してたでしょ。店名の入った車見たんだけど。ありえない。え、それが何。旦那さんが仕事をしてる間に一人で高級デリバリー、ありえないですよね。地獄に落ちろ。はあ、なんで地獄に落ちろなんて言われなきゃいけないのさ。私が何を食べようが智子さんには関係ないでしょ。しかも何その言い方。私は旦那さんがかわいそうだって言ってるんですよ。今頃辛い思いをしてるんでしょうね。夫なら今は出張。あ、旦那さんがいない間に美味しいもの食べてるんだ。意地汚い。勉強会の後だから今頃向こうも高級中華を食べてるよ。え、なんかいつもお世話になっている先輩がおごってくれるんだってさ。それを知った義両親がせっかくだから自分たちも食べようって出前を注文してくれたの。義両親？そう、今遊びに来てくれてるの。というか
手伝いに来てくれてるっていうのが正しいかな。私寝違えちゃってちょっと腰が痛くてさ、そんな時にワンオペになっちゃったから大変だろうって。ずるい。何が。うちの義両親はそんなのおごってくれない。この前来た時もスーパーのパック寿司だったんですけど。え、パック寿司いいじゃん。この辺りのスーパーで出てるお寿司ってどれも美味しくない？私結構好きなんだけど。それに今時パック寿司だって結構なお値段するよ。私は高級中華の方がいい。じゃあそういえば。そんなの言えるはずないでしょ。ずるい。あのさ、智子さん、ずるいが口癖になってない？え？よくいろいろな人にずるいずるいって言ってるよね。高級なメロンの検証に当たったママにずるい、高級なお肉を購入したママにずるい、なんなら通販でお菓子を買ったってママにもずるいって言ってたでしょ。だってずるいじゃないですか。私は検証に当たってないし、高級なお肉を買えないし、通販も最近使ってないんですから。そういうの面倒だよ。え？よその家庭を見たらキリがないでしょ。私だっていつもこんな高級なもの食べてるわけじゃないよ。普段のお昼ご飯なんか食パンそのままと納豆とかだったりするし、あまりにも面倒すぎてお菓子で済ませた時もあるよ。ずるい。はあ？お菓子食べるのずるい。私は今ダイエット中だからお菓子を制限してるんですけど。知るかボケ。ああ、ひどい。ここ最近お昼といえば食パンに納豆、もしくは食パンに余ったおかずみたいな生活だったから、義両親が高級中華の出前を頼んでくれて本当に嬉しかったんだ。ひろやのことを見てくれていたおかげでゆっくりお昼ご飯を楽しむこともできたしね。それだけに、智子さんからの LINE にはついイライラしちゃったよ。ずるいずるいって言われるのって気分のいいことじゃないしね。でもそれだけじゃなくて、智子さん後日私にとんでもない攻撃を仕掛けてきたんだよ。まあ内容には笑っちゃったんだけど。数日後、智子さん、これどういうことなの？嫌がらせ？すごい量の出前が来たんだけど。ああ、届きました？みずきさんが喜ぶかなと思って。高級デリバリー30人分注文してあげたから、いっぱい食べてくださいね。あんた、お昼ご飯に無駄な金を使うのが好きなんでしょ？支払いはそっちになってるけど。え？じゃあ、あれは智子さんの嫌がらせじゃなくて、プレゼントか何かだったの？まあ、受け取らなかったけど。なんで高級デリバリーなのに受け取らないんですか？そりゃ何も知らないのにいきなり来たものだよ。受け取らないよ。しかも依頼人の名前を確認したら智子さんの旦那さんだったし、ああ智子さんがやったことなんだろうなって。あれ、ちょっと待って、支払いって？だからそっちが支払ったんでしょ。クレジットカードで決済が完了してるって言ってたよ。依頼主も旦那さんの名前になってたし、旦那さん名義のクレジットカードを使ったんじゃないの？あ、私カード情報とか入力してない。何のサービスを使ったの？シューバーイーツだけど、家のパソコンから。ああ、それじゃあクレジットカード情報が登録されてるんでしょ？でも私は登録なんてやってない。旦那さんがシューバーイーツ使ってるんじゃないの？え？確認してみる。ああ、なんかいっぱい注文履歴が出てきた。日付を見てみると、私が実家に行ってる土曜日とかだ。あいつ、私に内緒で。ねえ、やばいんじゃない？何がですか？だって3000円のお弁当とウーロン茶で30人分だよ。ウーロン茶も500円するし、10万以上決済されてると思うよ。ぎゃー！その後、智子さんと旦那さんはうちに謝りに来たよ。というか、旦那さんが無理やり智子さんを引っ張ってきた。というのが正解かな。旦那さんは自分のお小遣いの範囲で時々出前を頼んでいたんだって。智子さんはその会員情報が残ったまま注文をしたから、やっぱり旦那さんのクレジットカードが使われていたみたい。事情を知った旦那さんは大激怒からの、私に嫌がらせをしようとしていたことを知ってすぐに謝罪に来てくれたんだ。そして智子さんが私たちに嫉妬していた理由というのが、翌日。え、借金？そうです。私、今回のことで借金がバレちゃって。バレた？なんで？私のしていることはおかしいから、一度金銭的なことを全部チェックするって言われたんです。銀行口座から貯金箱から、クレジットカードの明細から、家計簿まで何もかも。その結果、
借金がバレちゃったんですよ。もうどうしたらいいのか。智子さんって週一で2時間のパートとかじゃなかったっけ。失礼だけど、それで借金ってできるの？実は地元の友達とかから借金してて、そのメモとか送金履歴とかが見つかっちゃったみたいな。智子さんの旦那さんって公務員でしょ。生活は裕福に見えるんだけど。だって食べ歩きを禁止されたんです。食べ歩き？そう、ひどくないですか。私に人権なんてないんですよ。で、何を食べてたの？え、普通の食べ歩きを制限するような旦那さんには見えないんだけど。まあ食べ歩きといっても、私のは安いのじゃないですね。高級レストランの1万円ランチを食べたり、人気のお惣菜屋さんで5000円分くらい買ったり。前にともこさん、私に対して送ってきた LINE の内容覚えてる？旦那さんが仕事をしている間に一人で高級デリバリー？ありえないですよね。地獄に落ちろ。旦那さんが仕事をしている間に一人で高級料理を楽しんでたのはともこさんの方じゃん。だって私はダメだって言われたのに、みんなだけいいものを食べたりしてるのはずるいと思って。はぁ、呆れるね。だって何がだってだよ。ひっ、しかも私に嫌がらせしたのをもう忘れたの？それは。まあ結局私にはノーダメージだったんだけどね。だったらいいじゃないですか。もう許してくれても。許すわけないでしょ。なんで自分に嫌がらせをしようとした人間を許さないといけないのさ。これを聞けば許そうって思えるようになるはずです。はあ、私実家に帰らされることになりそうなんですから。え、すっきりするじゃん。よかった。よくないですよ。そうやってよそ様に迷惑をかけるなら実家に帰ってもらう。借金のこともそうだし、家計も使い込んじゃってるから、それを完済するまでは別居だって、ひどくないですか？旦那さんは相当優しい人だよね。私なら即離婚だよ。え、離婚？そこまでのことじゃないでしょ？いやいや、高級料理ばかり食べ歩いて、家計にダメージを与えて、それがダメだって言われたら、今度は他の人に嫉妬して嫌がらせ。めちゃくちゃ面倒じゃん。将来を考えたら早めに離婚しようってなるかな。そうなの？そうでしょう。でも離婚はしないって。ちゃんと返済すればいいだけなんだから。できないでしょう。え、なんで？できるでしょう。いや、借金までして高級グルメを食べたいわけでしょ。それにちょっとでも高級なものに触れている人に対して嫉妬した結果、理不尽な攻撃をする人なんだからさ。どうせお金を稼いでもすぐに使っちゃうんじゃないのかな。それは。とにかく私はもう智子さんと関わることもないだろうし、関わりたくもないから。違うの。帰ってくるんだってば。ちゃんと完済したら帰ってくるの。関わりたくないし帰ってこれないから。だから、私帰ってくるんだよ。うるさいな。とにかく、どうしようが智子さんの勝手だけど、私は関わりたくないの。じゃあね。待ってよ。その後、智子さんは実家に帰り、実家近くの会社で働くことになったよ。バイトとはいえフルタイムだから、そこそこ稼いでいるみたいなんだけど、まあ、あの人だからね。貯金は全然できてないみたい。毎月適当に言い訳して、月に2000円くらいしか旦那さんに送金してない。っていうのは、実はこれ、旦那さんや智子さんのご両親は、こうなるだろうって予想していたんだよね。予想していた上で、一回実家に送ることにしたんだよ。今、智子さんの旦那さんとお子さんはひっそり引っ越して、今は離婚の準備中。まあ、その方がいいだろうね。さて、お昼ご飯でも食べるか。今日はゆかりふりかけご飯の上に梅とレトルト味噌汁だよ。にゃにゃまる、あんたのご飯も美味しそうだね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。